蝶子蝶子は、米を原料に作る関東式天津の一種。井の蝶子ともいい、中国語では、平しゃげ蝶とも言う。甲州市内の日赤地区の料理店つつみに先館で1930年代か1940年代に、考案されたとされる甲州料理の一つ。純徳料理の、北田し粉は1927年頃考案されたと、されているため、これが改変されてできた可能性がある。 現在、香港や甲州の朝食メニューやヤムチャの転身として一般的な食品となっており、関東省や中国各地や関東料理レストランでも食べられている。かゆの専門店のサイドメニューとしてもよく見られる。蒸して作るライスヌードルの一種で筒状に丸められた形が豚の腸に似ていることから名付けられた。味がほとんどついていないので、 肉などの具を巻き込んだり、オイスターソースや醤油ダレをかけたり、唐辛子味噌などをつけて食べる。そこに布を敷いた枠を使う、布へしゃげチョウコと、バットで作る、ってへしゃげチョウコがある。水につけたインディカ米を、石臼やミキサーにかけて、乳液状にし、浮き粉やコーンスターチ、塩等を加えて、食感を調整する。布へしゃげ、チョウコの場合、木枠に布をかけて、容器とし、 乳液状の原料を薄い層になるように流し込んで、10分、あまり蒸し、布ごと枠から外して、具を巻き込む場合は上に乗せ、端から丸めるように布から分離する。食べやすい長さに包丁や料理バサミで切って、皿に乗せてタレを入れて出す。温かさと表面のしっとり感を保つために、皿ごと蒸しておく場合もある。その場合は、客の目の前で調理用ハサミなどで、 いくつかに切り分け、中国玉り醤油や醤油ベースのタレと油をかける。刻みネギやイりごまを散らす場合もある。マレーシアでは甘みのある味噌ダレをつけることも多い。なお、長州や諏訪島で作られるものは、原料の配合が違う。作量牛肉、繊維エビ調子中に巻き込む具には、むきエビ、干しエビ、チャーシュー、牛肉などの肉、魚肉などが多い。前に、具の名前がつく場合、 チャーシューチョーコー、チョーと略して言うことも多い。例えば、チャーシューチョーコー、チャーシューチョーと略して言う。近年は焼きそばのように味をつけて炒めて出す場合もある。ありがとうございます。